様をご案内です。札幌行き特別急行来客36号。降りたホーム目線カーブ6番線から17時ちょうど。函館線各駅に停車してまいります。普通列車岩木沢行き。降りた同じホーム5番線から17時36分。関北線網走行きの特別急行対決3号。3番線から17時5分。関北線伊丹市行きの普通列車。6番線から17時30分。倉野線三重行き普通列車。1番線から17時18分の連絡です。札幌行きの特急ライラック36号へお乗り換えのお客様へご案内いたします。ライラック36号が降りたホームの向かい側6番線に停車中です。左手先頭6号車、順に1番後ろ、右手後方1号車の順です。手前寄りの3両6号車、5号車、4号車が自由席。後寄りの3両3号車、2号車、1号車が指定席です。そのうち1号車、後ろ側一部グリーン席でございます。お手元の特急券をご確認の上、降車番号、お座席番号、また自由席、指定席をお間違いのないようご確認の上、ご利用ください。なお、どちらへらく36号におきましても、車内販売の指輪や自動販売機の設置、ご確認せんので、あらかじめご了承ください。どなた様も車内にお忘れ物をなさいませんよう、今一度、荷棚の上やお座席周り、お荷物、お手回りにもご確認ください。出口は右側5番線に到着をいたします。今日も JR 北海道特別急行サロ鉄4号をご利用くださいまして誠にありがとうございました。皆様のまたのご乗車をお待ちしております。降りの際どうぞ足元にお気をつけておりください。終着の旭川到着です。